進め。この星のコンテンツを残さず消滅させるのだ。だいぶ様になってきたじゃないか。それでこそ惑星オワンダルの女神だよ、カード。黙れ、ヘイロ。敵の抵抗が想定より激しい。あれをどうにかする策を考える。惑星エモも意外にやるな。感心している場合か。口ではなく頭を使うのがお前の仕事だろう。大丈夫大丈夫、問題ないよ。我らの軍勢はあのくらいものともしない。まとめてオワコン化してあげようじゃない。我らの軍勢か。いいだろう。全軍突撃。我ら惑星オワンダルに勝利を。たくさんのアンチが押し寄せてきます。全てのコンテンツを踏みにじり燃やし尽くす悪意の存在。ああ、みんなが作り上げてきたコンテンツが一つまた一つと消えていく。もうこの惑星の力だけでは抗うことすらできない。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり鼻となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。力を借りるしかありません。検索フィールドを展開。領域は別次元に設定。文明レベルが近似値を示す候補を優先。きっと見つかるはず。この世界にはない創造の魂、人々に感動を呼び起こす希望の光、コンテンツへの愛にあふれる戦士、救世主と呼ぶべきものが。この方々ならきっと侵略を食い止め、コンテンツを取り戻してくれる。救世主たちよ、惑星エモをお救いください。ゲーム業界、そこは4人の守護女神によって守られる異なる次元に存在する世界。時に覇権を争い、時に手を取り合う4人の女神たちは今戦場とも呼ぶべき舞台に結集していた。女神たちの熱き戦いが再び幕を開けようとしていた。他にもお客さんがいるんだから迷惑に。あれ、全然、うん、ノワールがそう言うと思って今日は女神デーにしておいたから。ね、女神デイ？ビジネスデイ、番公開デイ、そして女神デイ、女神のためだけに開かれる特別な一日のことですわ。発売前の新作ゲームを独占できるなんて、ついに夢が叶いましたわ。
夢が叶ったって…まさか、ベールが手伝って女神デーを企画したわけ？どちらかといえば、私が提案した方ですわね。女神が二人がかりでお願いしたら、あっさりオッケーしてくれたよ。それはお願いじゃなくて圧力っていうの。ちょっと、ウランからもなんとか言ってよ。そんなに気にすることないわ。女神が来場すればユースにも取り上げられる。いい宣伝になると思ったからオーケーしたんじゃない？うん、それはそうかもだけど。そうそう、ブランの言う通りだよ。これがいわゆるウィンウィンってやつだね。またそんな今思いついたようなことを。とにかく参りましょう。主催者の方が待っていますわ。なんでも新しい VR システムが出展されていて、ぜひ私たちに体験してほしいそうですわ。それそれ、楽しみすぎて夕べは眠れなくて、朝まで漫画読んだりゲームしたりしちゃった。私もクランの仲間とレイドボスに挑んで、気づけば外が明るくなっていましたわ。それただ夜更かししただけじゃない。いいわ、私もちょっとだけ、本当にちょっとだけ楽しみだったし。うんうん、よかったね。今日はノーアールといっぱい遊んであげるよ。別にネプチューヌと遊ぶのが楽しみだったわけじゃないわよ。とにかく行くわよ、その新しい VR システムのところに。いっぱい遊ぶとか言ってたくせに。ハピー、いきなり寝てるじゃないのよ。どうやら徹夜したせいで横になったら眠気が来たようですわね。はあ、ベール、あなたは平気なわけ？1日くらい寝ていなくても平気ですわ。ランダムで出現するレアモンスターに張り付いて何日も徹夜することだってありましたから。それに私、この VR システムを体験するのをずっと楽しみにしていましたの。 VR によるライブ型 MMORPG、 ネトゲ好きの夢の装置。寝てしまうなんてもったいなくてできませんわ。ベールまで変なテンションに。ねえブラン、ここは私たちだけだもん、女神らしく。いや、もう閉じ込められたプレイヤーたち、 RPG の世界で繰り広げられるデスゲーム、ラノベの世界そのままじゃねえか。どうか私たちをお救いください。救ってほしいのはこっちだよ。平成兵、想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根差した愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。すごいラブレ設定みたい。それより回復アイテム。ネプテューヌ、起きなさい。あ、私のターン。まだ何も始まってないわよ。おかしいな、なんか女の人の歌が聞こえたんだよね。変な夢でも見ただけじゃないの。そんなことよりもうすぐ始まるわよ。あ、そうだった、新しい VR システム楽しみだね。どんな世界が見られるのかな。
始まりますわよ。おお、ワクワクするね。あれ、なんか急に、ちょっとネプテューヌ、あなたまた寝るつもりって、あれ、私まで頭がクラクラする。これ本当にゲームなのかしら。可愛いだけじゃつまらない。君と一緒にミュートラル、ミュートラル、ミーだよ。ミュートラル、ユーよ。みんな、昨日ぶり。今日はね、とびっきりのサプライズだ。ちょっと待ちなさい、ミー。あっと、なになに、ユーちゃん、これからババーンと発表するとこだったのに。これ、いつもと立ち位置が逆じゃない。あれ、そうだっけ、そうだっけって何回配信したと思ってるのよ。いい加減立ち位置くらい覚えなさい。いいじゃん、そんな細かいこと。っていうか、ゆうちゃんだって気づいてなかったじゃん。それはもちろんみーが気づくのを待ってたのよ。なんか言った？何も。とにかく最初からやり直しましょう。生配信じゃなくてよかったわ。今回の配信は特別だもんね。完璧じゃないと。みんな新曲喜んでくれるかな。当たり前じゃない、私たち史上最高の新曲だもの。だよね、だよね。事前告知はせず、あえてサプライズで発表。さらに新曲 MV も流せば、再生回数はうなぎ登りよ。うなぎ？うなぎって登るの？どこに？もしかして鯉のぼり的な？ものすごく再生回数が稼げるって意味よ。それってやばいじゃん。私たち天下取っちゃうじゃん。だからこそ立ち位置だってちゃんとしなきゃ。それと、もっとテンション上げていくわよ。任せて、そういうの得意だから。いつも心のど真ん中、可愛いだけじゃつまらない。君と一緒にミュートラル、ミュートラル、ミーだよ。ミュートラル、ユーよ。ぶりのこんにちはでこんばんは。今日も配信の時間がやってきたよ。私たちに会いたかった、会いたかったよね。私たちも会いたかったよね、ゆうちゃん。テンション高、うざ。打ち合わせと違うよ。テンションぶち上げてこうって話だったじゃん。なんか実際に見たら思ってたよりうざいし、うるさいし、ぶりっこしてるのがイラっとくるわ。ひどい、ひどいよ、ゆうちゃん。だいたい、ゆうちゃんが中学生の時に書いてた夢小説の方がもっと痛い。おい、こら、それ以上言うとマジでしばくぞ。なんてね、冗談。ニュートラルは今日も仲良しだよ。そんなことより、今日はビッグニュースがあるんだ。それはなんと、新曲ができました。じゃじゃーん。しかもこの後ミュージックビデオをフルバージョンで配信しちゃいます。うわー、うわー、パチパチパチ。
それじゃあ早速聞いてもらっちゃおう。だね。それでは私たちの新曲アンリミテッド、どうぞ。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。この声、ぬぷ、あれ、あれれ、ここやっと来たわね、ネプチューヌ。ノアール、ちょっと、なんで疑問形なのよ。いや、だっていつもと違う格好だし。コスプレ、コスプレなの。違うわよ、気づいたらこれだったの。ネプチューヌだってそうじゃない。ゲームの中なのかしら。まだ頭がぼーっとする。ねえ、なんだか変じゃない？ゲームっぽくないっていうか。ねえ、ここまで何の説明もないのは少し不自然ですよね。思っていたのと違う。みんな心配しすぎだよ。始まるんだよ。ほら、あそこに誰かいるし、運営の人かな。何ここ、新しい配信空間。いや、こんなの私聞いてないよ。どう見ても違うでしょ。明らかにこの状況に戸惑ってるわ。よし、声かけてみよう。待ちなさいって。ねえねえ、あなたたち運営の人、チュートリアルまだ？なんですか、あなた方は。ここはどこなんですか？あれ、ほら見なさい、この人たちも私たちと同じなのよ。ゆうちゃん、ゆうちゃん、この人たち変な格好してるよ。それを私たちが言っちゃダメでしょ。それにしても一体どういう状況なのよこれ。どうやらここにいる全員が何かに巻き込まれたということでしょうか。情報がないのに考えても仕方ない。それより聞いた方が早い。聞くって誰に？ここはあなたたちの世界とバーチャランドの狭間にある仮想空間、デュプリケイト。そして私はバーチャランドにある惑星エモの電脳女神、フェアと申します。この度は突然お呼び立てしてしまい、誠に申し訳ありません。これゲームじゃないの？だからさっきからそう言ってるでしょ。これって配信じゃないの？いや、どう考えてもおかしいでしょ。何か既視感がすごいわね。フェアさんとおっしゃったかしら。ど、それはあなたたちこそ救世主だからです。お願いします、どうか私たちの世界をお救い。夢の叶い方がわからなくなる。
VVVTN。 世界を救う？はい、申し上げた通り、私はこの惑星 M を守護する女神です。この星は様々なコンテンツを育む、それはそれは平和で素敵な星でした。ですが今この星はオワンダルという星の侵略を受けて危機に陥っているのです。攻め入ったアンチの軍勢はエモの国々を荒らし、コンテンツをオワコン化させようとしています。アンチとかオワコンとか、どっかで聞いたような単語ばっかりだね。私たちとしてもあまり聞きたくない単語ね。とにかくヤバいってことだけはわかるわ。今までも多少のアンチの騒動ならエモに備わるセキュリティマシンで対処できたのです。ですが今回はオワンダルという一つの星が突如としてアンチの軍勢を率いて侵略してきました。なるほど、多勢に無勢というわけね。はい、この星の住民もアンチの前では抵抗もかなわず、だんだんと追い込まれています。このまま惑星全土が敵の手に落ちるのももはや時間の問題でしょう。そうなる前に私はエモのコアの力を使い、強い力と正しき心を持つ存在を探したのです。承諾もなくお呼びした無礼を承知でお願いします。どうか私たちの惑星を、いえ世界をお救いください。なるほどなるほど、今回はそういう展開なんだね。でも主人公オブ主人公のこの私に救いを求めるなんて分かってるね。うわ、あの人自分のこと主人公とか言ってる。なんかちょっとヤバい人たちかも。そうだね、ちょっと文句言ってくるよ。え、文句って何を？ちょっと待った、真の主人公はこの私だよ。あんたも同類かい？のむむ、まさかのダブル主人公？これはお互いに銀河の覇権を争う流れ？ならないわよ、その流れには。この地上ミーに勝てるかな？あんたも乗っかってるんじゃないわよ。っていうか、よりによって地上って。私ミー、ユーちゃんと二人でミュートラルっていう VTuber やってるんだ。まだ駆け出しだけどね。ネプテューヌだよ、プラネテューヌで守護女神をやってるよ。なんか通じ合っちゃってる。ここまでミーと波長が合う人初めて見た。ネプテューヌが二人になったみたい。賑やかで良いではありませんか。あの、話の続きをしてもいいでしょうか。はいはい、世界を救ってほしいんだよね。任せてよ、そういうの得意なんだ。世界を救う VTuber ってすごくない？超有名になっちゃうよね。み、ちょっと待った。なに、ゆうちゃん。ねえフェアさん、ちょっと言わせてもらっていい？何でしょうか？女神だかなんだか知らないけど、この人たちはなんかすごい力があるんでしょ？でも私たちは VTuber、ただの一般人ですよ。戦う力なんてありません。あるよきっと。転生したら異能力がもらえるみたいな感じでさ。あるよね。
その質問にお答えするためにはこのバーチャランドについてお話ししなければなりません。私たちの住む世界バーチャランドには私の守護する惑星 M をはじめ広大な電脳宇宙に数多くの惑星が存在しています。惑星には創造の力を宿すコアがあり、それにより惑星の大地が生まれ、そして惑星独自の娯楽文化コンテンツが生まれていきました。そう、私の守護する惑星 M もコアによって惑星の大地が生まれ、多くのコンテンツが生まれ豊か、今や惑星オワンダルの侵略によって一部のコンテンツは見る影もないのですが、何が言いたいかと言いますと、あらゆるコンテンツが生まれるこの世界では魅力的なコンテンツに強い力が宿るということです。ミー様、ユウ様のお二人には可能性が見えました。唯一無二のエンターテインメントとして未来に羽ばたく可能性です。それって私たちが VTuber として成功するってこと？やったー！単純に喜んでもいられないわよ、ミー。成功する以前にこんなところにいたら VTuber としての活動すらできないんだから。巻き込んでしまいすみません。ですが返すことはできません。皆さんはこの惑星を救える唯一の希望、どうかお二人にもご協力いただきたいのです。そしてもう一つお伝えしなければならないことがあります。侵略の影響でコアの力が流出し、他にも VTuber がこの世界に転送されてしまったのです。そして転送された VTuber の皆さんが侵略者の標的となり囚われてしまいました。コンテンツの魂を集めようとする惑星オワンダルの先導者カドの手によって。それって大変じゃん。はい、私のせいです。すみません。じゃあその VTuber たちも助けないと。あれ、もしかしてライバルが減るんだから助けない方がいいのかしら。マジだよ。冗談よ、見捨てるわけないじゃない。助けて恩を売る方がいいわよね。もっとひどいこと企んでた。なんだかやられ放題ね。あなたこの惑星の女神なんでしょう。花から他人の力に頼るのを気に入らない。私たちとはあり方が随分違うのでしょう。いえ、おっしゃる通りです。惑星と窮地に際して何もできず、こうして皆さんの力を借りるしかない。ダメダメな女神です。私のせいだって言いたいのかよ。違うよ、フェアちゃんのせいじゃない。ミー様、いつだって悪いことした人が悪いんだよ。だからその角って人には
私がガツンって言ってあげる。言ってわかるような相手とは思えないけど、一発ぶちかましてやりたいってのには同意ね。ありがとうございます。ネプチューヌはやる気になってるみたいだし、どうせこのまま私たちも巻き込まれるのよね。きっとそういう展開になりますわね。でもどうやって戦うの？ここでは守護女神の力は使えないみたいだ。それでしたらどうかご安心を。ここは電脳宇宙バーチャランド。本来生身では来ることができません。守護女神の皆さんはその衣装で一時的にこの世界に適応する体になっていただきました。なるほど。つまりはご都合設定ってことだね。身も蓋もないこと言わないの。じゃあなんで私たちはそのまんまなの？それは私たちが VTuber、 つまりはバーチャルってことでしょ。ねえ女神様、さっき私たちには強い力があるって言ってたわよね。ぶっちゃけそんな感じはしないんだけど。それは今から引き出すのです。あ、すっごい綺麗な光。これは惑星エモのコアに残る最後の力、コンテンツになる前の種、可能性の力です。この力を受け取ればあなた方に適した武器が授けられることでしょう。おお、武器が出てきたよ。これは銃？かっこいい。これが私たちの武器。待って、この銃カメラもついてない。ほんと、カメラ付きですわ。面白いけど、へんてこな武器だね。なぜそのような形状の武器なのかは私にもわかりません。ですがコアがネプテューヌ様たちにその武器を与えたというのであれば、きっとそれを持つことでネプテューヌ様たちが何かを成し得る、そんな可能性を見出したのだと思います。こっちもすごいね。剣なのに楽器にもなってるよ。私は弓ね。こっちも楽器になってる。なんかすごい面白いかも。剣か。ねえゆちゃん、私にぴったりだと思わない？そうね、私も弓が合ってる気がするし、コアってちゃんと性格も分かってるのね。ミーとユーの武器もなかなか面白そうだね。こっちのカメラ付きの銃も楽しそうだよ。楽しみだね、ネプチューヌちゃん。だね、ゲームで鍛えた私の腕バリバリ見せちゃうんだから。頼もしいですね、皆さん。それでは早速ですが、あなた方を転送させていただきます。どうか侵略者からこの星をお守りください。ゆうちゃんがいませんわね。
と、いきなりバラバラなんて、あの子たちヤバいんじゃないの？人の心配している場合、私たちもここでは女神の力が使えないのよ。それはそうだけど、いずれにしてもバラバラでいるよりは合流して力を合わせた方が良いと思いますわ。と言ってもこっちもここがどこだかわからない。探しようがないわね。じゃあどうするの？皆さん聞こえますか？ケア聞こえるよ。ねえどうなってんの？ミーとユーは？すみません、何分初めてのことでして転送の際に間違えてしまいました。あの子たちは無事なのね？はい、別の場所ではありますが、ちゃんとそちらの国に転送されています。そう遠くではありません。そこから先に向かっていただければ合流できるはずです。わかったわ。じゃあとにかく合流地点を目指すことにする。気をつけてください。その国にはすでに侵略者のアンチがいます。いつ戦闘になってもおかしくない。どうせ最初はチュートリアルでザコが出てくるって決まってるんだから。ネプテューヌ様たちなら大丈夫だと思いますが、それでも油断なさらぬよう。フェア、あの子たちに焦らないで慎重にって言っといてくれる？かしこまりました。皆さんもどうかお気をつけください。それではご健闘を祈ります。よしみんな、侵略者たちをバリバリやっつけていこう。というわけで、アンチに気をつけて合流なさってください。それとノワール様から焦らずに気をつけるようにと。わかった、ありがとうって伝えといて。レアちゃん、ではミー様、ユー様、ご健闘を祈ります。任せて。まさか乗ってからバラバラになるとは思わなかったわ。でもそんな遠くじゃないって言ってたし、きっとすぐに会えるよ。そうね、頑張って早く合流しましょう。よし、それじゃ出発。させる手かもしれない。気をつけて。もう撃っちゃダメかしら。撃っちゃえ撃っちゃえ。ちょっと待ちなさいってば。お前らネプチューヌたちだろ。すごい、私の活躍って世界を超えて響き渡っているんだね。おお、響き渡ってるぜ。不真面目でめんどくさがりだってな。な、面倒なことは理由をつけてすぐサボるんだろ。あと喋りが止まらなくてうるさいんだよな。なんなのその間違った情報。合ってるわ。
るじゃん。概ね合ってますわね。ちょっとみんなまで。そっちの黒髪はどっちのノワールだな。はあ、誰がぼっちよ。お前昨夜は眠れなかったんだってな。今日みんなに会うのが楽しみすぎて。違うわよ。ただちょっと夜更かししただけなんだから。そっちのブランは小説を書いているようだが、同人イベントに出ても大して売れないんだってな。なんで知ってる。じゃなくてぶっ殺すため。自分から認めているようなものですわよ。黄色い女神の方が大きいな。今私の胸を見て鼻で笑いましたわね。とまあこのように評判は轟いているってわけだ。悪い評判がな。つうわけでお呼びじゃねえんだよ。蹴散らしてやるぜ。ムカつく。もう許さないんだから。ええ、感じ悪いにも程があるわね。ギタギタにしてやるぜ。私も久しぶりに怒り浸透ですわ。いくよ。なんだろう、急に心が晴れやかに。急におとなしくなっていっちゃった。浄化されたってことなのかしら。それにしても最低な敵だったわね。本当だよ。私のことを妬んだ誰かがネットに間違った情報を流したんだよ、きっと。そうね。悪質なアンチっていうのはどの世界にもいるものね。ひどい連中だわ。次は余計なことを喋る前にぶっ潰す。私のアイデンティティが。皆さんご無事で何よりです。フェア、ちょっと今のアンチってやつは何なの。アンチって私の世界にもいるあのアンチよね。この世界だとあんなに凶暴なの。この世界では特別な対象に怒りや不快さを覚えた者はあのようなとても凶暴な状態になるのです。私たちに倒されたアンチが急におとなしくなったのは、それこそがあなた方の力によるものでもあります。アンチでも案外に単純な仕組みですわね。単純、大いに結構じゃねえか。片っ端からぶっ倒して元に戻してやればいいんだろう。ブラン、あなた相当根に持ってるわね。よし、じゃあアンチを元に戻しながら進んでいこう。ミー様、ユー様との合流場所はすぐそこです。皆さん、参りましょう。あの子たちは大丈夫かしらね。
一番だに。あの子たちはまだみたいね。少し心配ですわね。探しに行くべきでしょうか。すれ違いになる可能性もあるわ。動き回るのは危険よ。ご安心ください。あのお二人なら大丈夫です。着実にこちらへ向かわれています。そっか、なら安心だね。そうね、ちょっと心配だけど。二人の到着をここで待ちましょう。やっはっ。もしかして君たちがニュートラルのミーとユウ？そうだけど、よく知ってるね。そりゃもちろんさ。最近ちょっと再生数が伸びたからっていい気になってる VTuber だもんね。はあ？はあ？ VTuber なんてどこがいいのかな。トークはつまらないし、ネタはありきたりだし、だいたい二次元キャラっていうのがね。どうせ中身はおっさんなんでしょ。うっかー、おっさんじゃないよ。ゆうちゃんはおっさんくさいところあるけど。おいこら待て、 VTuber なんてみんな嘘つきだね。見る価値ないよ。勝つだよ勝つ。それよりテレビの方が面白いに決まってる。日曜の夜は野球を見てビールを飲むんだ。ああ、あんた可愛らしい見た目だけど実は中身はおっさんでしょ。おっさんというかいわゆる老害ね。そんなことない勝つ。僕は可愛らしいアンチだ勝つ。までそんなゴミなかったじゃん。っていうか勝つって、そこはかとなく正体が透けて見えてるわよ。ぐにん、おのれ、わしの偽装が見破られるとは。こうなったらこの手で勝つを入れてやる。勝つ勝つ。来るわよミー。させて、ギッタギタにしてやんよ。ちょ、狙い撃ち。いくよ。とどめよ。いくよ。とどめよ。やっと、はっ、やっ、はっ、
はわー、わしは何をしとったんじゃろう。これ、ばあさんや、飯はまだかの。まったく、なんでムカつく敵なのよ、アンチってのは。でも、懲らしめたら急におとなしくなったね。そうね、毒気が抜かれたみたいになってたわね。きっと、そうやって倒していけばいいってことなのよ。その通りです。その声は…ペアちゃん、ヤッホー、元気？はい、お二人の活躍を見守っておりました。見てたならアドバイスぐらいしてよ。すみません、あまり普通に戦われてたので必要ないかなと思いまして。勝てたんだから。それよりネプテューヌちゃんたちは？皆さんご無事ですよ。先に合流地点へ向かわれました。そっか、じゃあ私たちも急がないとね。玉吉です。
はじめましての人は、はじめまして。僕のことを知ってくれてる人はいるのかな。ロード中って暇だよね。ってことで、僕のチャンネル見に行かない？登録もしちゃってもいいんだよ。行くよ。見えてきました。あそこが合流地点です。意外と遠かったわね。あそこで誰か手を振ってるよ。おーい、あ、ネプチューヌちゃんたちだ。ミン、ユー、お疲れ。二人とも大丈夫だった？うん、変なアンチがいたけどババーンってやっつけたよ。倒すって言っても傷つけるわけじゃないのね。この武器は攻撃するっていうより私たちの楽しいってアンチを浄化するような感じかも。まさにその通りです。皆さん本当に素晴らしいお力をお持ちですね。先ほど、ユウ様がおっしゃった通り、その武器は、皆さんの魅力そのものです。悪意ばかりを増幅され、歪められた心に、皆さんのコンテンツとしての魅力を届ける。そうすることで、アンチは浄化されるのです。一度戦っただけで、それに気づくなんて、ユウちゃん、すごいですわね。やるじゃないユウ。悪くない、仲間としては。あれ、なんか真っ赤になっちゃったよ。ユウちゃんは意外とテレ屋さんなの。褒められすぎるとプシューってなっちゃう。お休みのところ申し訳ありません。敵が迫っています。敵ってさっきみたいなアンチ？いえ、それよりもっと上位の存在。この国を侵略しているアンチたちの親玉です。ついにボスのお出ましだね。気をつけてください。先ほどのアンチよりずっと強いはずです。みんなで力を合わせればいけるいける。油断は禁物だけど、萎縮していても勝てない。でしたら勢いに任せるのも悪くありませんわ。そうね、6人いればなんとかなる気がする。よーし、じゃあみんな一面のボスを倒そう。
こよ。こっち。こよ。痛いわよ。やあ。ブースト行くわ。やあ。よ。そこですわ。狙いますわ。お次はどなたかしら。呼ばれたとおびでってばなしてるよ。とどめよ。ギャッハッタ。くらえ。つきあり。仕掛け。はっ。そこはっ。狙い撃ち。心を合わせて。そこはっ。はっ。心をもらった。はっ。もらった。主人公に私がいなくちゃね。くらえりゃ。けー。狙い撃ち。よいしょ。やりゃりゃ任せなさい。やあ、どうかした。痛いわよ。はっ、そこね。やあ、そこね。はっ、出さないよ。やあ、女神の心で。はっ、どうかした。痛いわよ。そこね。どうかした。任せて。あったそこよ。えい。この。えい。はっ。この。はっ。この。はっ。はっ。はっ。えいよ。とどめよ。そこ。はっ。もらった。狙い撃ち。心を合わせて。はっ。そこ。よし。やった。やった。集まりなさい。狙い撃つ。そこよ。はっ。もらった。えもらった。ふっ。よし。そこ。もらった。狙い撃つ。もらった。はぁ。そこ。はっ。そこ。とどめよ。えはっ。よし。そこ。もらった。狙い撃つ。くらいなさい。心。そこ。えそこ。狙い撃ち。心を重ねるわ。はっ。ふっ。もらった。はっ。はっ。はっ。狙い撃ち。貫くわ。親玉はまだかな。もうそろそろ出てきても良さそうな気がするけどね。
人とも離れないで。何？何かいるの？この先に強敵の気配がするわ。きっともうすぐよ。この私がいるんだから大丈夫。守護女神の力見せて差し上げましょう。前向きなのはいいけど、一応慎重にね。ありがとう。本職はバーチャルレポーターであります。なのでもちろん滑舌はつよつよなわけです。なので早口言葉に挑戦します。よーいスタート。生麦生米生卵赤巻き髪青巻き木巻き紅巻き隣の竹はよくかき食うきゃ竹違うわ隣の竹が金に立てかけたかったのはたてたたたたたもういたいた。いかにもボスって感じで待ち構えてるよ。なんだか今までのアンチと雰囲気が違いすぎない？確かに。あれだよね、キャラデザが違う感じ。待っていたぞ、救世主を語る愚か者ども。我が名は親ダーマ。カド様よりこの地を預かるオワンダル最強の戦士。どう？ねえ、なんかテンプレ感満載じゃない？セリフにひねりがありませんわね。シナリオライターの怠慢かしら。おや、ダーマだって。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。何でもいい、相手はやる気満々みたい。さあ、この私の強さにひれ伏すがいい。ほんとベタだな。まあいいか、みんな倒しちゃおう。うん、みんなで協力すれば大丈夫だよね。皆さんお待ちください。あの親ダーマ、名前は安直ですが非常に強力な敵です。皆さんに授けた力を解放してください。力の解放？必殺技あるの？なんだ、あるなら早く言ってよ。先ほどもお伝えした通り、皆さんの魅力、コンテンツとしての可能性が力になります。ですから敵を倒すという気持ちよりも、何かを伝えたい、自分を見てほしい、知ってほしい、そんな思いこそが力になります。思いの高ぶりが力を極限まで引き上げます。悪意に染まった心すら包む、見せる力が解放されるのです。なるほど、だいたい分かってきた。分かったの、ゆうちゃん。私はなんだかさっぱりだよ。大げさに考える必要はないわ。いつもの配信をしているつもりでやればいいの。なるほど、だいたい分かった。つまりこれはニュートラルの MV なんだね。
さすがみー、それよ。その表現は的確だけど、やめときなさい。でもこれが力の解放なのね。みなぎってくる。すごい、思いが胸の奥から溢れてくるみたい。今あの子たち力の解放できたみたいだけど、私たちはどうすればいいのかしら。私たちの魅力といえば、国民を守る守護女神であること。でもそれ以前に、私たちが私たちであることで、これまで国民に支持されてきましたわ。あまり自覚はなかったけど、私たちが守護女神としてやってこれたのは、私たち自身に魅力、カリスマ性を感じてくれた国民がいたからよね。カリスマがあるかどうか怪しいのがいるけど、それってもしかして私って。そんなことないよね。いつだってカリスマ性の塊であるこの私がプラネティオの平和に導いてきたんだからって言ってるみたいだけど。はいはい、でもネプテューヌのその性格だから、国民も魅力を感じてついてきたのかもしれないし。カリスマかはともかく、認めざるを得ないわね。ナステーションは平和と秩序が保たれてるわ。国民からの満足度調査もバッチリよ。それはこの私のカリスマによるものよね。もうノワールらしいけどお堅すぎると思うな。最近規律も厳しくなったって聞いたよ。それは国民を思ってのことよ。その分国民へのサービスも抜かりないわ。なあなあ、国風も女神に似ると言いますし、それぞれのやり方がありますわ。リーンボックスは穏やかで物騒な話もありませんわね。私のように国民も温厚な方々が多いですわ。ルビーもいたって平和ね。縛りのない環境でも変なことはしないいい子たち。協力的な民も多いから、いつも感謝してるわ。やはり私たちの魅力は、国民が支持してくださる私たち自身、そして国民を思う気持ちにあるのですわ。それが私たちを守護女神たらしめているのは間違いないわね。その気持ちはこの世界に来ても消えることはないわ。つまりこれまでと同じ、巻き込まれた以上は違う世界であろうとほっとけないってことだよね。え？ドキドキしてくるんだけど。力の解放。心の奥の方から力が溢れてきますわ。無事、力は解放されたようですね。改めて救世主の皆さんにお願いします。どうか。
ドル最強の戦士が相手になろう。さあ、ショータイムだよ。ほら、せーの、スイート、ジャンジャン打つよ。せー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 、くっ、ハクセン全開、せーせーせー、ジャンジャン打つよ。くっ、
するわ。すみません。詳しい話は後ほど。とにかく一旦皆さんを帰還させます。おお、戻ってきた。話を聞かせてもらえる？テスト合格ってどういうことよ。私もそこが気になる。すみません、皆さんを騙すような形になってしまって。先ほど皆さんにお救いいただいた国は、実は私が用意した仮想空間なのです。じゃああれは全部偽物ってこと？はい、限りなく本物に寄せてはいますが、実際の侵略者たちではございません。どうしてこんなことを？皆さんを召喚させてもらいましたが、実際にどれほどの力をお持ちか私には分かりませんでした。侵略者たちは本当に強大な力を持っています。皆さんが本当に勝てるのか、そしてそんな危険な相手がいる場所にいきなり送り込んでいいものか、私の無茶なお願いに付き合わせていきなり危険にさらすなんてできなかったのです。でも皆さんは無事にテストをクリアしました。これなら正式に救世主様として迎えることができます。ですが、もしもお気を悪くさせてしまったのでしたら、元の世界にお帰りいただくことも可能です。全ては
私の身勝手なお願いですから。確かにそういう理由なら納得できなくもないけど、今更怒っても仕方ないわよね。とにかくこの惑星が危機なのは本当なんでしょう。だったら力を貸すことに異論はないわ。同じ女神のヨシミというやつですわね。とにかくこの主人公オブ主人公の私とその仲間たちに任せて。なんで私たちがおまけみたいになってるのよ。兄様とユウ様は協力するよ。私たち今さら見て見ぬふりも嫌だしね。どうやら着いたみたいね。ここが惑星 M？ なんか宇宙船の中みたいだね。確かに少し変ですわね。わ、また変な場所に飛ばされたの？そうだ、ミとユウは？おーい、呼んだ？よかった。またはぐれてたらどうしようって思った。フェアさん、今度は転送に失敗しなかったのね。フェア？誰ですか？私の名を呼ぶのは。誰ですか？ VVVTuner